見損なってしまいました。有吉弘之和田明子の、とど発言を批判も、ふわちゃんスルーに賛否。誰も得しない、休憩中にカステラ食べてる北口さんの、もぐもぐタイムがあってね。それであっこさんが、とどみたいだね、って言ってしまって、大炎上して。今、絶賛大炎上中、8月11日、生放送された、有吉弘之のサンデーナイトドリーマー、JFNK イカサンドリでこう語ったのは、有吉弘之くごじゅた。 有吉が触れているのは、同日放送された、アッコにお任せ。TBSK での一件だ。番組では、パリ五輪の女子やり投げ決勝で金メダルを獲得した北口春選手、26が、競技場でうつ伏せになってカステラを食べるシーンが流れた。すると、司会の和田秋子、74が、なんかとどみたいのが横たわってるみたい。かわいいと発言し、失礼だとネットで大きな波紋を呼ぶことに。 有吉はサンデーナイトドリーマーでこの件に言及し、ダメなんだよ、ああいうこと言っちゃと呆れるように指摘した。昨年8月に北口選手が世界陸上の女子やり投げで金メダルを獲得した際、サンドリで有吉は北口選手を大絶賛。すごいね見た北口さん、金メダルだよ、やり投げで。めっちゃすごかった、あの人明るいんだ、ほんでっと話し、もう私はオリンピックも北口さんを応援することに決めました。 北口推し、初めてかもしれないね、推し活。北口さんを推していきます、と宣言していた、有吉。和田が自身の推しを、とどみたい、と表現したことに思わず反応してしまったのかもしれない。しかしネットでは和田の、とど発言以外に、有吉の発言が期待されていたニュースがあった。それは、フワちゃんによる安子25への誹謗中傷だ。これはフワちゃんが X で、安子の投稿を引用し、安子を貶めるような内容を綴ったというもの。 ふわちゃんの投稿はすぐに削除されたものの SNS を中心に物議を醸し、ふわちゃんは謝罪。11日には芸能活動の休止を発表した。ふわちゃんは、かねてより有吉と交流があったため、11日のサンドリーでは有吉の発言に注目が集まっていたのだ。しかし、結局有吉がふわちゃんの件について具体的に触れることはなかった。有吉さんはこれまで、ふわちゃんを講師にわたって可愛がってきました。ふわちゃんが芸人時代。 コンビで初出演したのは、有吉ジャポン TBS 系だったと言います。そしてユーチューバーとしてブレイクしてからは、有吉さんのレギュラー番組に何度もゲスト出演。ふわちゃんはこれまでも言動がたびたび炎上してきましたが、有吉さんが見限ることはなく、9月7日に放送予定の、有吉の夏休み2024富士テレビ系にも出演が予定されていました。一方で、ふわちゃんの遅刻癖について叱ることもありました。テレビ局関係者。 和田同様、フワちゃんは現在安子への誹謗中傷で大縁上中だ。しかし、有吉は、フワちゃんの件についてはスルーした。親しかった有吉だけに、ネット上ではスルーを疑問視する声がこう上がっている。有吉がどういう反応をしてくるか注目していたけど、有吉のこと好きだっただけに、今回は残念で見損なってしまいました。不ワの誹謗中傷には何も言わないくせによく言うなと人を見て発言するなら、他の人間に、対しても口を開くべきじゃない。 なんで仲良しのフワちゃんには黙りで和田アキコにだけは言及したのだろうか。有吉はよくこんな指摘できるな。フワに言うべきことがあるんじゃないの一方で、有吉がラジオで触れることにより炎上がさらに広がったり、事態の沈静化を望むヤスコに迷惑がかかる可能性があるため、有吉が触れなかったことについて理解できるという声も。安易な助け舟は誰も得しないと考えてのノーコメントなんじゃないかな。有吉さんもヤスコさんが沈静化を望んでる以上。 もう発言しない方がいいと判断したのかもしれない。安子が終わりにしてほしいと言ってるから触れないだけでしょ。有吉が何か言ったらまた、ネットニュースになって鼻が大きくなってしまう。ただ単に当事者である安子さんがもうこの件はおしまいにしたいという胸コメントされてるのを受けてではないでしょうか。ふわちゃんの件については、今後も無言を貫くのだろうか。